皆さんこんにちは、おちいらのです。今日はですね、グレイルの秋服購入品紹介をしていきたいと思います。今回も本当にたくさんマジで可愛い秋服に出会えたので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに全部今回も着ながら紹介していきます。それでは早速スタートです。はい、ちょっと絶賛肌荒れ中なので、ちょっとお見苦しかったらすみません。ちなみに私はお先にお伝えしておくと、身長が162センチの、骨格がウェーブ、体重が45キロくらいで、顔タイプがフレッシュになります。はい、じゃあまず1着目ですね。じゃん、こちらの今着ている半袖ニットになります。パフスリーブの半袖ニットですね。ローズがたくさんついていて、こんな感じのシルバーのキラキララメニットになります。めっちゃ可愛くない？これ超ドンピシャと思って。今さ、うちさ、ククを預かってて、妹のワンコおもちゃを投げ入れてきました。あのローズデザインがすごく流行ってるじゃないですか。まあ夏くらいからずっと流行ってたんだけど、あのローズしちゃうやつとか、このポツンってやつも甘めだし、バラが目立ってるやつってちょっと普段使いしづらかったりするんですけど、これは生地と同色のローズがついているので、引きで見たらわかんないし、あんまり甘すぎないで着られるので、すごく可愛いなと思いました。パッと見ると一色なので、インナーとして着たりとかしても可愛いし、デニムとかと合わせても可愛いなと思います。で、結構キラキラのシルバーなので、チクチクっていうかね、なんか少しザラザラとしたような生地感ですね。なんかふわふわ感はないです。で、同じ生地のバラ、めちゃくちゃ高見えするトップスだと思います。袖もこんな感じ、少しパフっとなっていますね。そんながっつりパフスリーブって感じじゃないけど、パフスリーブです。で、首元はちょっとだけ詰まってるかな、そんな詰まりすぎてもないけど、クルーネックです。で、後ろがこんな感じ、後ろにはバラはついてないので、椅子とか座った時にこう痛くなくていいですね。そして2着目、じゃん、こちらの赤いニットカーデをゲットしました。めっちゃ可愛くない？私グレールでよくこの形のトップスを買うんですけど、もうジャケットでもカーディガンでもこの形って着るだけですごくお上品に見えるし、結構シンプルめのワンピースにもこういうデザインのものを1枚羽織ってあげるだけで、かなり女の子らしく可愛く上品に見せてくれるので、すごく簡単に高見えできる形かなと思います。早速着てみます。着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？どうしたん、パー君？可愛いね。これ可愛いよね。めっちゃ可愛くない？これ、なんか赤がちょっとだけ深い赤、なんか白赤っぽくない赤なので、すごく大人っぽく着られるデザインかなと思います。ボタンもこんな感じでゴールドのボタンがついていて、すごい高見えトップスかなと思います。ちょっと起毛感のあるニット素材なので、すごくふわふわで着心地もいいです。今肌の上から直接着ているんですけど、めちゃくちゃ着心地いいし、あったかい素材感です。なんか中にシャツとかブラウスとか入れて、こっから襟出したりしてもめっちゃ可愛いと思います。これすごい可愛い。カーディガンとしてここ開けて羽織にしたりとか、赤とインディゴデニムの合わせが私は秋とっても可愛いなと思うので、これにインディゴのスラッとしたデニムを履いて、メリージェーンとか履いたちょっとパリジェンヌっぽいコーデとかしたいなって思いました。黒のワンピースとかと合わせてリボンとかつけたら、すごくガーリーな印象にもなるし、赤ってすごく派手なイメージだけど使いやすい形なので、合わせるアイテムによっていろんな着方ができるんじゃないかなと思います。はい、そして続きまして、じゃん、こちらのブルーのカーディガンです。もう私が大好きな色味と形、みんなもうわかるよね。めっちゃ可愛くない？このテローンっていうニット素材と、この胸元のクシュクシュのシャーリングと、腕のリブの長い感じと、若干透け感のある生地かなと思います。これもなんかもう持っただけでわかる着心地の良さなので、ちょっと早く着てみます。はっ、着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛い。てかさっき気づかなかったんだけど、手がこう切れ目が入ってて、ちょっと切れ目が入ってるだけで少しバレエコアっぽいシルエットになるので、今のトレンドでめっちゃ可愛いなと思いました。この胸元のシャーリング
このお腹のクシュっていうのがすごいここに立体感を出してくれるので、私とかお胸があんまりないタイプの方とか、こういうピタッとしたトップス、ここら辺がのぺっとしちゃう場合があるんですけど、このシャーリングがあることによってここら辺も立体的に見せてくれて、その形もすごく可愛いなと思いました。もっと大ぶりのネックレスとかつけたり、チョーカーとかレースのぐるって巻いて垂らすやつとか合わせても可愛いんじゃないかなと思います。生地もねめっちゃ気持ちいい。やっぱりここは普通のリブとかじゃない生地で、袖だけリブ生地ですね。結構サイトで見ると青いかなと思ったんだけど、届いてみると結構くすみブルーというか水色、すごく着やすいカラーなので嬉しいです。めっちゃ超ドンピシャ、めちゃくちゃ可愛い。丈はねこのくらい、そんな短くもなく長くもなくって感じ、おへそ下くらいまであります。めっちゃ可愛い。これ二の腕もこんな感じ、そんなにめっちゃピタって肌にまとわりつく感じでもないので、着心地もすごくいいです。可愛い。これもデニム合わせとかスウェットとかに合わせて着たいなって思います。ここのボタンがねパチパチになっているので、開けて羽織として着たりとかしても可愛いと思う。ちょっと今インナーをちゃんと着てないので私開けられないんですけど、はい。そして続きまして、じゃん、こちらのニットトップスです。めっちゃ可愛くない？この大ぶりの襟が可愛い。めっちゃ可愛い。ニットは結構薄手なので、もう今すぐ着られる感じですね。こんな感じ、ニットっていうかリブのカットソーっぽい感じかな。ちょっとおもちゃの音が嫌だったらごめんなさい。画面の向こう側のワンちゃんが反応しちゃうかも。でここの襟のところがすごくいいなと思ったのが、生地がすごくしっかりしてるんですよ。こういうので結構薄手ブラウスっぽい襟だとちょっと春っぽくなってしまったり子供っぽく見えちゃったりするんですけど、この襟の部分がコットンっぽいシャツっぽい生地になっているので、張りがあってすごく高見えするトップスかなと思います。ここのね素材一つで子供っぽく見えちゃったりするので、このしっかり感はめっちゃありがたいし、届いて今そのままなんですけどアイロンもかけなくていい感じなので、それがすごく嬉しいです。旅行とかにも持っていきやすい。はっ、着てみるとこんな感じです。めっちゃ可愛くない？すごい襟がさ大きくて、さっき言ったように張りがすごくある生地なのでお顔がめっちゃちっちゃく見える気がします。今私髪の毛下ろしてるけど、こんな感じでアップにしたりしても可愛いと思う。え、めっちゃ可愛い。このトップス何これ、こんな感じで、ここがニットってさっき言ったんですけどリブカットソーっぽい生地なのでめっちゃ着てて楽だし、汗とかかいてもニットじゃないので1枚でそのまま着られちゃうような素材で、本当に今すぐ着られる秋先取りトップスかなっていう風に思います。黒のスカートとかマーメイドスカートとか合わせたらすごく女性らしく着られるし、インナーとしてあえて襟だけ出したりとか、さっきのまあこれはちょっと赤だからやりすぎになっちゃうけど、こういうカーディガンとかをに襟だけ出したりする着方も可愛いし、もっと寒くなってきたらスウェットをパフって着てこの襟だけこうやって外に出してあげても可愛いと思います。マジでこういう襟付きトップスっていうのは一つ持っておくと便利だし、シャツとかブラウス系って中に着込むとちょっと袖がもごもごするのが私は嫌だったりするんですけど、これは半袖でしかもカットソー生地なのですごく着やすいし、インナーとしてもすごく使いやすい素材かなと思いました。ちなみに肩は若干パフスリーブになってます。パフスリーブっていうのかな、なんか肩が少しピョンって立つ形になっていますね。でも襟でねほとんど見えないんだよね、こんな感じです。これマジ可愛い。デニムとか合わせても超可愛いよね。あえてちょっと一番のヒットかもしれないこれが。はい、そして続きましてパッド付きのインナーとカーディガンのセットになります。これも着た方が分かりやすいと思うので早速着てみます。はっ、着てみるとこんな感じです。今前をカーディガンすべて開けてきています。結構短めの丈ですね。今ハイウエストのパンツと合わせているのでおへそより全然上の丈で、カーディガンは結構ピタッとした素材だと思います。こんな感じ、そんなピチピチってほどでもないけど割と体にフィットする素材かなと思います。色はね結構白いです。アイボリーとかではない
白さですね。で、中のキャミがこんな感じ。結構パッドがここに入っているので上目かもしれない。なんかパッドがすごいふかふか、ちょっと分厚めなのかな、クッションっぽい素材になっていてすごい気持ちいいです。もっと大きいネックレスとかしても可愛いと思う。私はこんな感じでちょっと落とし目で着たりとか、なんかこんな感じでちょっと落としたりしても可愛いと思う。デニムとかと合わせて今の時期から着られるんじゃないかなと思います。これ別々でも使えるので、キャミワンピにこのカーディガンだけ使ったりとか、普通のインナーとしてこのキャミを使ったりとかもできるので、バラバラとしても使えるからすっごいコスパいいなって思いました。生地もねこんな感じの薄手のリブ生地って感じで、めっちゃ着やすい生地ですね。つるっとしてる感じの素材です。起毛感はないので今の時期からすぐ着られるトップスかなと思います。こんな感じで前一つだけ締めたりしても可愛いかも。真っ白も可愛いね。私結構アイボリーとかそっち系の白を選びがちなので、こういう真っ白も可愛いなと思います。真っ白と黒のスカートとかそういうの合わせてもめっちゃ女性らしくて可愛いです。そして続きまして、これもね今のトップスとちょっと似てるんですけど、こちらのキャミとこちらのグレーのカットソーのセットになります。これも着た方が分かりやすいと思うので早速着てみます。ほっ、はい、着てみるとこんな感じです。ちょっと奥の下ちょっと正解が分からないんですけど、多分こんな感じ、まあ上げてもいいし下ろしてもいいしっていう感じだと思う。もうねククがいるとポー君の甘えんぼがマシマシで、いつも撮ってる時そんなに来ないのにめっちゃ着ちゃう。袖のところはこんな感じでクシュクシュってなっていて、ちょっと長めかな、いやそんなことないかな、このぐらいの丈ですね。普通にしてたら普通丈、別に長くもない丈なんですけど、まあゴムだから伸ばして燃え袖にしたりもできるぐらいの感じです。で結構ねこれピチピチピチというかぴったり体のラインに沿う感じです。このここが特にで、ちょっと伝わりづらいかもしれないんですけど、オフショルで着てた方が可愛いと思う。中のキャミはここ片方だけリボンになっていて、こっちは普通になってます。で中のキャミの丈が長くてちょっと黒のパンツのせいで分かりづらいんだけど、こんな感じでここがね割れてるんですよ。こんな感じで右だけ割れてて丈が長めなので、こういう最近流行りのレイヤードスタイルかなと思います。で見て分かる通り結構こう体にフィットするので、この胴体のところはなんかピチピチなのが嫌だよとか、お胸目立つの嫌だよっていう方はもしかしたらあんまりかもしれないけど、ピタッとした方が体が細く見えるタイプの方とかはめっちゃいいと思います。腕はそんなめっちゃピチピチとかでもないですね。割とゆとりあります。これは割とバラバラで着るっていうよりセットで着るのが可愛いと思うんですけど、最近こういうグレーと黒とかグレーと白とか、グレーすごくトレンドなんですけど、秋冬はやっぱりグレーと白ってなるとだいぶ夏っぽくなっちゃうので、こういうグレー黒で、グレー黒結構ストリートっぽくというか強い感じクールな感じのコーデになっちゃいがちなんですけど、こういうリボンがついていたりここにシャーリングがあったりすることによってちょっと甘め要素もあるのがいいなと思います。そしてこんな感じのデニムです。ここが切れてます。で私結構グレイルのこういうスリットの入ったデニム持ってるんですけど、黒は持ってなかったのでこれからの季節良さそうだなと思って、しかもこれ形もすごくストレート気味、そんなにワイドじゃないのですごく履きやすい形かなって思ったのと、この切り込みの位置がね高いの、めっちゃこう太ももの上らへんにあるからめっちゃ足が長く見えるのがいいなと思いました。可愛くない？ただウエストがね M だとちょっと大きかったからベルトとかして履くのがいいかなと思います。はい、そしてじゃん、こちらのバルーンスカートをゲットしました。最近流行ってるよね。てかグレイルバルーンスカートも出してくれるのって思ってびっくりしました。こういうさ本当に出番が少ない系のスカートは絶対に私は高いのをあんま買いたくない派なのですごい嬉しいです、グレイルからこれが出てるの。しかも後ろがゴムになっているのでめちゃくちゃ楽ちんだし、デザインもねこんな感じでリボンが垂れていてとっても可愛いの。中ももちろんグレイル様様こんな感じでパンツになっています。ありがたい。グレールのミニスカートはいつも
こうやって配慮してくれているのでとっても大好きです。早速履いてみます。はい、履いてみるとこんな感じです。伝わるかな。ちょっと今さっきのトップスと合わせてるんですけど、合わせるとこんな感じ。めっちゃ可愛くない？てかこのスカート超可愛い。こんな感じです。ゴムなのでフィットしていいし、この垂れてるリボンが足をごまかして細く見せてくれるような気がします。めっちゃ可愛くない？結構ミニだけど、この着る位置によってちょっと下げて履いたりしたらそんなお尻も気にならないし、ちゃんとズボンになっているので安心して履けるのがすごく嬉しいです。これ白もあったのでちょっと白も欲しいなって思うくらいめっちゃ可愛いです。形、この横に広がりがあるのが嬉しいですね。超可愛い。はい、そして続いてもスカートです。じゃーん。こちらのレースのミニスカートになります。こういうのも最近超流行ってるよね。これは中がパンツになっていないタイプの本当ただのミニスカートなんですけど、こういうレースっぽいスカートってデニムとレイヤードして着るのが今年すごく流行っているので、逆にパンツになってなくてありがたいなって思いました。結構安いキッズ服の160とかでこういうレースのミニスカート可愛いよみたいなのバズってたりするの見たことあるんだけど、そういうのって結構パンツになっちゃってたりするのね。でもこれはパンツになってないスカートなのでデニムとかとレイヤードして今時のスタイルも作れてすごくいいなと思いました。しかもここがめっちゃ可愛い。ウエスト部分がチュルチュルチュルってレースになってます。これも履いてみます。はい、履いてみるとこんな感じです。結構ミニ、でもめっちゃ形可愛くない？すごいボリュームたっぷりでめっちゃ可愛い。プリプリ。こういうのにあえてシンプルなロンティーとか、まあ今着てるみたいなスタイルとか、ピタッとしたトップスとか、あとはダボっとしたニットを着てこの裾のレースだけ見せたりとかしても可愛いと思うし、めっちゃ可愛いです。なんかゴムが私的に嬉しいなと思ったのが、結構細いゴムなのでウエストも苦しくならなくていいなと思いました。めっちゃ可愛い。これ白もあったのでもっと甘めが好きな方は白とかでもいいと思う。はい、そしてワンピースです。めっちゃ形可愛いんだけどね。ほら、超可愛くない？形、ウエストがキュッてなってて、このデコルテのラインとか、これ絶対可愛いって。これになんかヒールとか合わせたりしたり、めっちゃ可愛いと思ってこちら選んでみました。結構しっかりめのリブ生地で形も綺麗に出る感じなので、結構高見えワンピかなと思います。ちょっとじゃあ着てみますね。はい、着てみるとこんな感じです。やっぱめっちゃ可愛い形。てかこのデコルテの形天才じゃない？この腕のところのパフスリーブがこういう丸いパフスリーブじゃなくて肩だけチュンってなってるタイプで、しかもこの肩のラインがちょっと内側に入ってるのでめっちゃ肩が華奢に見えます。超可愛いじゃん、プリンセスじゃんこんなので。ウエストもこんな感じで結構ハイウエストなのでめっちゃ足が長く見える形です。低身長の方が着たら絶対可愛いと思う。逆に低身長の方でどんなミニワンピを選んでもちょっと長くなっちゃうっていう方とかいると思うので、低身長の方はみんなこれ買ってください。めっちゃ可愛い。ウエストのラインもすごく綺麗に形が出てるので。そして続きまして、じゃん、こちらのスウェット生地のキラキラの T シャツとスカートもセットになります。なんかこれツイッターでバズってたよね、確か。このキラキラ可愛いみたいな。めっちゃ可愛いです、確かに。でもね、これねラインストーンじゃなくてスタッツっぽい感じですね。一応お伝えするとシルバーのスタッツって感じ、ラインストーンのキラキラではないです。伝わるかな。さりげなくキラキラチラチラするのが可愛いです。これも着てみます。はい、着てみるとこんな感じです。服が分かりやすいようにもう顔写してないんですけど、これなんと嬉しいのがクシュクシュってこんな感じでゴムになってるので、こうやってちょっとお腹見せしたら、めっちゃ可愛くない？超可愛い。しかもちゃんとこちらもズボンになってました。ありがたい。めっちゃ可愛くない？こうやって着たら超可愛い。袖もちょっと長めなので二の腕を隠してくれるのもありがたいし、めっちゃ可愛い。もうこれは超今すぐ早く着ないとあれだけど、ここのポッケも本物です。めっちゃ可愛いです、このセットアップ。秋とかはパーカーとかグレーの同じ色味のパーカーとか羽織っても
可愛いと思う。めっちゃ可愛いねこれ。こうやってクシュクシュしてお腹をチラ見せするとすごく細く可愛く見えるのでおすすめです。これさ、トップスだけとかスカートだけでもめっちゃ使えると思うので、バラバラで使えるって思ったらさ、全然あの秋冬にも着られるよね。めっちゃ可愛い。こういう楽ちんだけど可愛いお洋服って本当に重宝するので、私本当に着心地重視だから、よく着心地とか素材のこと話してると思うんだけど、なのでこれめっちゃいいなって思いました。スウェット生地をイメージしてもらうと結構分厚めを想像するかなと思うんですけど、これは結構薄めです。薄めのスウェット生地っていう感じですね。ということで、以上が今回のグレイル購入品になります。いかがだったでしょうか？結構最近の中でも群を抜いて可愛かったんじゃない？っていうかね、私がね、単純に秋服が好きすぎるっていうのがあるんだけど、これからもっと秋冬になってこういう素材感だったりとか、ニットとか増えてくるのがめっちゃ楽しみなので、また来月もやろうかなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただけたり、参考になったよという方はぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方をよろしくお願いします。それではオチイラノでした。バイバーイ。